こんにちは、クリエイターのアロボトです。最初にレメン奏として通して弾いていますのでお聴きください。ではまず予備知識としてですが、この曲のキーは B メジャーで、シャープが5つつきます。構成はイントロ A、B、A' B' C という形になっています。ではイントロを両手でゆっくり弾きます。ここは原曲のピアノフレーズです。安定感を持って弾きましょう。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて A を両手で繰り弾きます。左手の伴奏は音域が広いので手首を使って弾きましょう。難しい場合はこのように弾いても構いません。ではここまで一緒に弾いてみましょう。
続いて B を両手でゆっくり弾きます。先ほどの続きの後、ミニテンポ伴奏に移ります。移動をスムーズにしましょう。ではここも一緒に弾いてみましょう。続いて A' と B' はほぼ同じなので両手で確認します。最後だけサビへつなぐためリズムが変わっています。ではここも一緒に弾いてみましょう。最後 C を両手でよく弾きます。右手はオクターブ、左手はしぶき刻みです。腕の重さを使って力強く弾きましょう。ではここも一緒に弾いてみましょう。では本日のまとめとして最初から通して弾いてみましょう。
レッスンは以上です。質問などがありましたらコメント欄にお願いします。またチャンネル登録や高評価もしていただけるとありがたいです。では次回のレッスンでお会いしましょう。